強い寒気の影響で豊岡市で今シーズン初めての積雪が観測され、上町では朝から住民が雪かき作業に追われています。西日本の上空およそ1500メートルに氷点下9度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。その影響で日本海側では雪が降り、豊岡市では今シーズン初めて積雪を観測しました。30センチぐらいある、重たい雪が。予想外予想してなかった、ね、降り始めてこれだけ降るっていうのは珍しいかなって思ってます。スキー場がありますんでね。そうですね、はい、まあ、ありがたい雪かなというふうに思ってます。今日午前5時の時点で上町の上野高原では27センチ、豊岡市では1センチの積雪が記録されています。県内ではあさってにかけて北部や南部の山地を中心に積雪が予想され、南部の平地でも雪が降るところがある見込みです。北部を中心に大雪の恐れがあり、気象庁が路面の凍結による交通障害のほか、電線や樹木への着雪などに注意するよう呼びかけています。